ご飯食べ終わりました方が多いですね。今帰宅。ツイッター確認中。そう、都知事様と、一番偉い方が会見をしてましたね。緊急事態宣言出てしまったのでやさぐれているな。さい、私も5月1日バースデーライブ兼10周年ライブがあるんですけど、ちょっとまだ、要確認中らしいですので、ちょっとお待ちください。さあ、もうちょいしょいしょいお待ちください。5月1日がどうなるかだよな。また決まり次第連絡入ると思います。さあ、お待ちください。今日はすごくお天気が良かったので、もう結構外にいたけど、外いたら焼けるね。この時期の天気。すっごい焼ける。保証が出なければ、強行再開催か。いろいろね、でも、あるみたいですからね。配信のみとかならできるのかな？まあ、それはちょっとよくわかりませんが。もうちょっとお待ちください。多分明日頃にはわかるんじゃないかなと思いますので。さあ、今日紫外線が強かった。本当に強かった紫外線。これいただくわ。紫外線強かったから、ビタミン取りながら。失礼します。うまっ。普通にうまっ。うまっ。グレープフルーツ、そう。ピンクグレープフルーツかもしれない。これ。これピンクのグレープフルーツですよね。ピングレ、ピングレ。普通にうまっ。なんか最近、気圧とかじゃないんですけど、すぐお腹が痛くなるのは、何のせい？お腹が弱ってるのかな？なんかすぐお腹が痛くなっちゃうの？お腹崩しちゃうの？何なんだろう？乳酸菌？ご飯食べてダッシュするかでは、確かにご飯食べた後にすぐ走ったらランニングしたらお腹脇腹痛くなったんですけど、なんかね、最近何か取るたびにお腹崩してる。腸内細菌のバランスが偏ってる。俺もすぐお腹を壊すので分かりません。あ、それは年のせいですよ、先生って来た。でも、でもなんかしょっちゅうお腹痛い、お腹痛いって言ってる。ストレスだ、ストレスって来ちゃった。なんか、カフェラテ？いつもアイスカフェラテと飲むんですけど、アイスカフェラテって牛乳入ってますよね。多分、そういうのかな？なんか今日もアイスカフェラテ飲んだ後に、ずっとトイレにこもってたんで、賞味期限切れ食ってんじゃねえ。いや、違う。ストレスだ、ストレスってきた。ストレスかな？わかんないけど。ここ2、3日ずっとお腹壊してる。だから食べても食べても全然、なんか太った感じしない。なんかお腹パンパンになってないもん。なんか不思議。今までそんなことなかったんですけど。牛乳は年取ると消化できなくなりますからね。牛乳かな？確かに、乳製品系を飲むと、すごい、ベンジャミン・バトンすごいって感じします。ミロじゃなくて、あれ飲んだことあるんですよ。ヤクルト飲むとすぐベンジャミン・バトンする。
なんだろう。だから最近すっごくお腹をよく壊すんで、なんだろう、今ね、これ食べただけでもちょっとなんかぐるぐるしてきた。冷たいもの食べるとあれなのかな？すごいなんか気持ち的なのかな、わかんないけど、なんかこの冷た、今冷蔵庫に冷やしてあったグレープフルーツ食べただけでちょっとなんか今、すごいベンジャミンバトンしてるかも。すごい痛い。珍しい。こういうこと今までなかったんですよ。お腹強い方だったんですけど。ベンジャミンバトンの例えがわからない。最初についてるじゃないですか。ベンジャミンバトンって。あんまりプライバシーの、プライバシーじゃない。なんだっけ、セミカルじゃなくて、プラチナムじゃなくて、なんだっけ、そういうの。なんとかの問題みたいな。プライバシーみたいなやつ。パワーワードじゃなくて。あれ、なんだっけ、すごい、そういうプライバシーみたいなことを言うの、言うとき。なんだっけ？あれ。セカンドキャリアじゃなくて。なんだっけ？なんだっけ？全然思い出せない。なんだっけな？そういうなんか、プライバシーじゃなくてさ、デリカシーとかじゃない。セクションじゃないな。言いたいことわかるかな？モラルとかじゃない、言いたいこと。よくツイッターとかで、出てくる。たまに、全然開けない。センシティブだ、センシティブ。そう、センシティブ。センシティブな問題だから、今はね。だから、オブラートに包んでます。言い方が、ベンジャミン・バトン。最初についてる、でも、言いたいことは。すっごい、お腹痛い。もう、年のせいじゃないって、すごい、来てるから、そうかもしれない。すごい、なんかね。すごいね。びっくりなんです。なんか珍しすぎて、ちょっとここ最近。ありません？そういうこと。ノロにやられて、ノロウイルスにやられてるとかだったりして。ノロウイルスって、かかったことある人います？ノロウイルスってなんかありましたね。ノロウイルス。ノロウイルスってどんな症状でしたっけ？食中毒みたいな感じなのかな？食中毒は、軽いやつは、一度だけ、やりましたね。牡蠣でやった。私は。ノロウイルスは牡蠣でやりました。そう。ノロウイルスで牡蠣で食中毒を起こした人って、なんか恐怖症かなんかで牡蠣食べれないんですよね。私もなんか一回軽いのだったんですけど、上から菊花、下から菊花だったんですけど、全然軽くて。全然上から菊花、下から菊花したら、収まったんですけど、次の日イベントだったんですけど、平気で行けて。軽度の牡蠣に当たったんですけど、でもちょっとなんか、牡蠣とか、あんまり食べようと思わなくなりましたもん。軽くないのかな？なんか脱水症状とか起こすほどではなかったんで、食中毒は地獄ですよ、だって。今ね、この暖かくなった季節とかだと、私も結構よくやっちゃうんですけど、ペットボトルとか一回飲んで、ほんとちょっとしか残ってないからって言って、日中、なんか日が当たるところに置いといて、また飲むと、なんか菌が細菌して、食中毒になっちゃうんですよね、ペットボトルで。なんかそういうのがあるみたい。まあ、やったことないけど。ローストビーフで当たったことあるだって。当たったけど、牡蠣大好きです。外国でも平気で食います。
すごいね。つぶ貝に当たって死にかけたんだって。そうだ、結構細菌がうじょうじょする時期でもあるみたいなので、だからペットボトルはもう、そもそももう室内に置かない。飲んだら、ちょっと残しちゃっても、冷蔵庫に入れればいいんだよね。ノロには3回ほどやられたことがあるって。しょっちゅうじゃん。すごいすごい。全然もう。でも何かがね、今、私の中の腸内環境が、全然整わない。あの状況です。ノルウェース怖いからねって。そうね。ペットボトル平気で2、3日置いてるだって。なるらしいですよ。気をつけてください。整腸剤は飲まないのって。腸を整える薬かな？このお腹がすぐ壊すのはさ、何の原因なの？腸内環境が荒れてるからってこと？なんかちなみに最近あの不調っていう意味では、ま、なんか体に不調ができた時って大体、私、顔にニキビができるんですけど、最近ね、できてきたところ、これ見て、ここ、珍しいの、ここにできるって。ちょっとここにできるニキビの原因調べて、多分ね、私病気の時は絶対顔に出るから、ここ。左の、笑った時の、ここ。笑いじわの下。何が原因だと思う？ここにできるのは結構珍しいです。こことかはわかるんですけど、ここはね、珍しい。ここ、何ニキビですか？ 29 歳でニキビとは言わないのでは、だって。ひどい。いいじゃない。何ニキビ、ここ。吹き出物ね。じゃあ、何かストレスあります？でもなんかやっぱストレスってこの間も話したけど、わかんないんだよね。やっぱり。ストレスって。ビタミン B2 足りない？できてる。今でもビタミン結構取ってるんで。あ、見てこれ。ほら。これわかる？この外してる時のあの、この感覚。ほら、こんな綺麗に外れた。あ、かわいい。引っ越しもストレス。エラやフェイスラインにできるニキビは集中力がアップしてるサインとニキビ占い。そうなの。負担になってることは。ほんのにない。歌詞を覚えることぐらい。結構5月1日でライブする曲数めっちゃ多いです。まだ歌詞漁ってないですけど、結構やばいかもしれない。あ、のりまきおさん、体が冷えてるのかと思います。だって。あ、体が冷えてるはあるかもしれません。最近、日中めちゃくちゃ暑いから、上着も持たずに、平気でノースリーブ寄りの半袖で日中出かけるじゃないですか。プラッと。で、なんかちょっと遅くなっちゃった時とかめちゃくちゃ寒いんですよ。東京は特に。東京は特にっていうか、夜がすっごい寒い。だからかな。だからすごい冷えてるっていうのはあるかもしれない。あと夜、最近寝る時がもう夏の格好で寝てるんで、すごい。まあ、冷えてるはあるかもしれませんね。あと、乾燥がすごいから、粉吹くんだよね。あの、ガキガキガキって書いたら。寒暖差が体のストレスになってるのかも。
不規則な生活習慣とストレスでできるそうです。でも私すごい寝てます。本当仕事してる人には失礼かと思うんですけど、最近は12時前に寝て平気で8時9時ぐらいに起きますからね。なので結構寝てるタイプだと思うんです。そう、でもなんかがあるからお腹もすぐ壊しちゃうんだろうね。しょうがないしょうがない。でもちょっとでも腸内環境を整える薬飲みますわ。ビフィズス菌。ビフィズス菌系ちゃんと取りたいと思います。腸活しましょうって来てるから、またあったかい温活しようかな。ヤクルトがいいよって来てるんで、ヤクルトいいかもしれない。ヨーグルトメーカー使おう。だからヨーグルトを取れってことですね。みんなありがとうございます。詳しい、すごい詳しい。さあ、スペシャルゲストありがとうございます。コッシーさんからハートをたくさん、そしてジュリーさん、サブタカさん、ターボーさん、そしてレイノリキさん、ブルブルドクさん、アンさん、ロンゲさん、ハチマルさん、JS ヨムさん、そしてクマさんをターボーさんとスズシロさんから、そして田中さん、アカシノポチさん、アピニさん、セセリさん、ソフィラさん、アカシノポチさん、カッコ2からいただきました。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ヨーグルト取れ、ヨーグルト取れってみんな来てるからヨーグルトだね。ダノンのヨーグルトはどう ?R1 ヨーグルト。ヨーグルトってぶっちゃけどこがいいとかあんまり、なんか好みはそもそもそんなにないんですけど、でも好みあるんだろうね。砂糖かけなくても、もう甘いやつあるじゃないですか。R1 かな ?R1 ヨーグルトとか。結構もう甘いですもんね。ヨーグルトもいろんな種類があるらしい。そう、どれ買っていいかいつもわかんない。でも私、料理基本そうなんですけど、無味無臭なもの食べれないんですよ。無味無臭だけのもの。白いお米とかだったり、お豆腐、冷ややっことか、食べれないっていうか、あんまり食べたいと思わない？だから、ヨーグルトは、基本なんか、フルーツざっくり入ってるのとかしか、あんまり食べないかもしれない。お米は甘くて美味しいと感じるけどって来てる。こんにゃくとか、こんにゃくは平気なんですよね。あとなんだろうね、無味無臭というか。なので、ダメなものが意外とあるんですよ。豆腐もちょっと苦手ですね。冷ややっことか。餅は、お餅もあんまり食べないです。だから、お正月、どの家庭でも、大体の家庭の人は、お雑煮とか出てくるじゃないですか。もう一切食べないです。春雨とかそうか。春雨はでも、食べれますよ。基本でも、あれ自体で春雨の、ノーマルの春雨だけで出てくることなんてないじゃないですか。なんかと、ウィズなんで、ウィズな食べ物は食べれます。お豆腐って、なんか、お醤油しかかけないとかあるじゃないですか。そういうのがダメなんだと思う。ゆうちゃんお餅苦手やったっけ？お雑煮が、そう、お雑煮には惹かれない。白身魚のお刺身。お刺身はいけるんだよな。ところてんって太いやつで
あれだよね、水鉄砲みたいに出すやつだよね。あれはダメ。私、あの、味もちょっと苦手。あの、酢みたいななんかあるじゃないですか、ところてんで。あれ、小さい頃食べて衝撃でしたもん。あ、私、多分、食べないわって思った。そうめんは食べれます。はい、平気。湯豆腐ならそのままで甘いよ。そう、湯豆腐もあれですよね、あのお湯の中に豆腐が使ってるやつですよね。あれもね、あんま食べない。きなこ餅は あんま惹かれないかもしれない。豚足も苦手だって。豚足はね、まあちょっとヘビーですよね。豚足ってラーメン界で例えると二郎じゃないですか、あのジャンル的に。ちょっとハードル高いイメージがすごいある。豚足は基本濃いめの味が好きって。あ、そうなのかもしれない。なんかちょっとでもなんか味なと思ったら食べないかな。昔からそうかもしれない。そんなこと言うとお腹空いてきちゃったな。でも一番フルーツが美味しいね、今の時期。あ、顔疲れて泣いてきて。やめて。いや、普通に美味しい。フルーツ美味しいね。晩ご飯何食べましたか？私はブロッコリーと野菜炒め食べました。だから結構ビタミンは取ってるつもりなんですよね。杏仁豆腐は好きですか？杏仁豆腐は好きです。あのやつは甘いんで。杏仁豆腐は好き、すごく好き。すごくではないけど、皆さんビタミン取った方がいいと思いますよ。マジ。あ、もっとグレープフルーツ大量に買おうかな。あの、いつもお得意の通販でフルーツを頼もうの会してみますか。今でも時期的にグレープフルーツの時期なのかな。グレープフルーツの時期ってあるかわかんないけど、どうなんだろう。グレープフルーツって今ネットで売ってるもの？箱買い、そう、通販で。また箱買いしたら大変なことに。まあでも、グレープフルーツ10キロとかだったら、結構グレープフルーツ自体に重みがあるんで、500ぐらいはあるんじゃないかな、一玉あたり。だからそんなないと思う。ビタミンよりも腸内細菌を重視で。大丈夫、まあいつか治るから、この腸内環境は。え、あるかな。グレープフルーツじゃなくてもいいか。なんかでもみかん系の箱買いしたい。ベニマドンナ美味しいよって来てる。すごいね、ベニマドンナっていうのがあるのかな。マンダリンオレンジ。え、ガチで頼む？
あ、デコポン。あ、デコポンはでも、つい最近箱買いしたんで、でもすぐ食べきっちゃった。冷凍みかん。あ、ちょうどグレープフルーツは静岡が旬らしい。ブラッドオレンジも美味しい。国産もあるようだって。え、いいの？グレープフルーツはジャムにしても美味しい。いいね、もう柑橘系のあれはいいかもしれない。ショッピング。何をお探しですか？みかん。柑橘類？柑橘。ショールームエフェクト機能つきましたよ。もうさっきからやってんだけどね、機能されてないかな。ちょっとエフェクト機能がね、よくわかりません。私は美肌効果のやつが一番好きだったな。エフェクトはなんかすごいいっぱいありすぎる。さあ、柑橘系。みかんじゃないんだよね。なんかみかんじゃなくて、デコみかんっていうのあるよ。カラマンダリンっていうのある。4月に食べれる温州みかん5キロ。何がいいかな。甘夏みかんって美味しい？甘夏みかん。すごいね、これすごい安い。甘夏みかん 1.5kg 1222円、熊本県産。何個ぐらい入ってくるかな。 1.5 って、ワンセット 1.5 だって。なんか少なそうだよね。 1.5 っていうのは甘夏みかん。あ、分担とかも美味しそう。甘夏めっちゃ酸っぱい時あります。八朔はどうですか。だってまあデコポンか、まあ分担も美味しいですよね。分担、タンカンとか美味しいですよ。なんか、すっごい入ってる方がいいな。なんかもう、腐る一歩手前ぐらいまである勢い。一日一個だとして、腐る一歩手前の計算がいいな。さあ、初見の方、ポコさん、デコポン美味しかったよって。ありがとうございます。まあ、デコポンが一番いいかな。デコポン結構美味しいですもんね。まあ、分担もすごい気になってます。分担。でもちょっと買う前に、みんなに何個ぐらいっていうのをちゃんと聞いてから買わないとまた失敗しちゃうんで。あ、背とかいいですね。ハウス背とか。2キロ。背とかすごい美味しかったイメージはすごいあります。やっぱり八朔？八朔で調べてみますか？八朔。さあ、八朔
お、これすごい、美味しいのかな。でもみんなってインターネットで買うときって、どこを重視で見ます？その、ストアのユーザーのレビューとかで見て買うか、普通に、まあ値段だけでパッと買うか。直感で決めなさいってきちゃった。おー、でも美味しそう、これ。今、私が見てるのは、8柵、5キロ。5キロの8柵、1980円だって。安いね。2箱買いたいぐらい。でも5キロの8柵だとして、これ何個あるっていうのはさ、誰かレビューしてほしいよね。だいたい何個ぐらい入ってましたっていう。あ、5キロは、ちゃんと個数書いてあった。20から30個だって。8柵5キロいいかもしれない。20から30個。1日、まあ1個2個食べたとしても、全然1ヶ月持つね。これいいんじゃない？ 5 キロ。だって結構ね、他いろんなのありますけど、このいいかも、送料無料で。5キロ多すぎるって。そうかな？でも1日さ、8柵を1個食べるっていうゲームだとしても全然なんか余裕じゃないですか？いけるよね。20個から30個だから。注文するなら5キロがいいですね。そうですね。ちょっと。まあでもいろいろ今コロナで配達とかが遅れてそうなので、いけるかな？飽きないって。飽きないと思います。8柵ってサクサクしてるやつですよね。全然そしたら飽きないかもしれません。グレープフルーツよりは飽きないかも。8柵は10キロで約30個。俺も毎日8柵食べてるだって。そう、8柵。ちょっと後で8柵買おう。これで配送のあれが遅れてたら最悪ですけど。飽きたら配布してください。そうね。なかなか会えないけどね。外れだと怖いから最初は少なめでもいいかも。まあまあまあ、外れでも食べますよ。じゃあ、後ほど。すごいお腹痛い。なんなの？すごいお腹痛くなってきた。飽きたらライブ会場で配ってください。あ、すごいお腹痛い。どうしてもみんな助けて。これ胃腸薬必要かも。何なの？このやつは、痛さは。食べるから痛くなるんですよ、だって。だって、こんな、だって、ちょっと物食べただけでお腹痛くなるもの？今日何回、あーって感じだったから。冷や汗出てないです。だからノロウイルスでは絶対ないことは間違いなしなんですけど、熱はありません。奇遇だな。わしも痛いってきて。痛い。これなん、春風かな。軽いノロかもねってきてるよ。怖いね。でも軽いノロだったらちょっと嫌じゃないですか？軽いノロっていうのは、単発で来るもんですか？ 1 日に、24時間のうちに、
あの、でも私大体、食べた後にすぐ来る、この痛さ。え、ストレス性の胃腸炎って来てるよ。怖い、怖い。胃腸炎かもなって。なんかすごい、なんか病気したみたいですごい嬉しくなっちゃった。え、胃腸炎マジで言ってます？え、他に症状言ってください。あの、胃腸炎になったことある方。え、絶対胃腸炎ではないけど、その胃腸炎診断みたいなのして、誰か。なんかあんまり病気をしたことないからさ、なんかすごい、なんか緊張してきた。胃腸炎、あ、胃腸炎。あ、でも胃腸炎って打つと、食事、熱、治し方、薬、潜伏期間、子供、ストレスって出てくる。ストレス。要はただの胃もたれてきてるよ。え、胃腸炎のじゃあ特徴は？陣痛かって。え、お腹の痛みは長時間継続しますか？いや、ベンジャミン Go To したら No です。やっぱりストレスかってきてる。さあ、胃腸炎症状だって。ストレス、意外と弱いからね。やっぱそういうのあるかもしれない。原因はノロウイルス。症状は、吐き気、嘔吐、下痢、発熱、腹痛。一日何度も嘔吐を繰り返すケースが多いが、一日1、2回の嘔吐が数日続くケースもある。嘔吐に続いて下痢の症状が見られることが多い。乳幼児の場合は下痢の症状が長く続くこともあるだって。私、乳幼児かな。水のような下痢へと変化する。ただし症状が回復した後の1週間程度は、便に混じってウイルスが排出されることがあるため、二次感染に注意が必要。だって。倦怠感はない。胃がムカムカする感じもない。あ、でもウイルスはどっちにしろ薬はないから治るまで待つしかないってきてるよ。冷たい食べ物控えてみては。あのね、私、多分だけど、冷たいものを食べた後になると思う。今日のアイスカフェラテを飲んだ後に、Go to event だったから、ちょっと冷たいものかな。で、すぐお腹が冷えちゃうのかもしれない。胃がびっくりしてるだけなのでは。でも、冷たいものを食べて、まあ、冷たいって言っても、なんかそんなキンキンとかじゃないよ。なんか、普通の常温よりはちょっと北極よりかな、ぐらいの、あの、冷たさですよ。ただの下痢ちゃうってきてる。過敏性の胃痛？冷たいものを飲むとお腹壊しやすいよ。そう、でも今までずっと飲んできたものだったりするじゃないですか、冷たいもの。基本私でも温活やってた時期もありましたけど、基本あの関係なく飲んだり食べたりしてたんで、冷たいものは日頃普段から取ってるんですよ。なのにここ数日で急に来たんで、これは何なんだろうかって。明日だけでも温活しましょう。一回でも寝るとき、あの、久々にティーパック、あ、ティーバッグか。あ、ティーバッグって言っちゃダメだよね。あれ、ティーバッグ？ティーバッグ？あれ、ティーバッグって NG ワードだっけ？あのパンツのことじゃないよ。あの、ティーバッグ。あれ、ティーパック？ティーバッグか。ティーバッグを、
最近買ったなんかボトルみたいなとこで入れて温活しますみたいなことを今年の頭1月ぐらいに始めてて、去年の末から。でも結構すぐやめちゃった。あのティーバッグなくなっちゃったから。でも体が冷えてることは間違いないってことだね。ちゃんと温活します。やはり年変わってきた。怖いんですけど。年ってそういうことなの？寒暖差による自律神経の乱れによる過敏性の胃痛の可能性。足を温めましょうってきてる。女性には冷えは大敵よってね。な、果物もダメやってきてるよ。そう、いかんせん冷蔵庫で数日冷やしてたキンキンの果物食べてますから、それかもしれない。大丈夫です。ストレスではないことは確かなんで。半身浴を1時間ほどやってます。半身浴は大丈夫やってる。なんかでももう食べない。まだちょっと残ってるけど。あ、でも最近のベンジャミンバトンの理由はそれか。でもまた始めようかな、ヨーグルト生活。まあ、1日しか続かなかったけど。続けよう。ちゃんと続けよう。みんなも気をつけてくださいね。お腹温めて、だって。あ、セイロガンいいかもしれない。でもセイロガンは持ってません。あんまり薬持ってないんですよね。でもセイロガンはないんだよな。バランスの取れた生活を。乳酸菌生活ってきてます。いいですね。乳酸菌生活やりたい。なかなか続かないんだよな。いいね。でもやろう。さあ、追加でコッシーさんからスペシャルギフトいただいてます。ありがとうございます。ライブはどうなるって来てます。そう、明日多分まだ事務所の公式ツイッターから発表があると思います。どうなんだろうね。配信とかになるのかな。ちょっと私もよく分かってないんですけど。でも言うてあともう約1週間後なので、よろしくお願いします。さあ、そして For You っていう1対1のテレビ電話ができるアプリがあるんですけど、それが明日入ってます。結構24、26ぐらいに入ってるのかな。明日と月曜日に入ってますので、ぜひご参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはまたおいおい発表とかに。あと今日発表になってはいたんですけども、まだ正式には出てるとは言えてないんですが、同じ事務所のアップアップガールズカッコ仮のアップガフィルム331だったっけな、なんか映画を作ったんですよ。アップアップガールズっていうグループが主演で、それにちょこっと出てます。結構ヒーマン、あ、ヒーマンじゃない、キーマンかもしれない。キーマンでもないけど、なんかね、出てます。ぜひまた見ていただけたらなと思います。そんなんあるんや。そう、出てるみたいとか、出てます。そう、ちょっとだけね。はい、
さあ、そしてフォンユーもあります。そしてセレブレートメッセージも生前して出てきてます。そう、セレブレートメッセージっていうのがあって、そのあなただったり会社の友人の結婚祝いだったり家族へだったり大切な人への贈り物の動画だから、例えば、何々さんありがとうございます、なんとかなんとかなんとか、これからもよろしくお願いしますっていう動画が届くっていう、あの購入していただいたらの形なんですけど、そういうのもセレブレートメッセージってなんか検索すると出てくると思います。それが結構久々にスタートしましたので、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じかな。そういうのをやってます。うん、そう、映画も出てたりとか、俺を慰めてくれるんかって、あ、セレブレートメッセージ全然ご注文があれば慰められるかわかんないけど、なんかそういうあなた向けだったり、あと知人向けとか誰かの結婚式向けとか親御さんに向けたメッセージをみたいなのであります。そういうのをやってますので、ぜひよろしくお願いしますかな。そんな感じかな。またちょっとゴールデンウィークは緊急事態宣言とかが入ってしまって、ちょっと今どうなるか、イベントとかもどうなるかわからない状況ですが、まあこの感じだと無観客での配信一本になるんじゃないかなと思うけど、まだわかりません。配信もなくなるかもしれないし、まあ、どうなるか分かりませんけど、またね、皆さんに会える機会が減ってしまいそうです。また10年目は波乱万丈な年から始まりそうですね。とりあえずハローは公演をやるっぽい。あ、そうなんだ。でもハロプロはやるならやりそうですけどね。でもハロー公演をやるってことは、やるんじゃないかな。ちょっといろいろ時間とかが、短縮になってるんで、まあ、そこら辺の、あれは、ちょっと厳しいかもしれませんが、どうなることやらです。あとは社長判断か、そうですね。はい、というわけで。ちょっと明日また、5月1日の、都内での、生誕ライブ、そして10周年イベントは明日改めて事務所から発表があると思いますので、首を長くして待っててください。私もどうなるかまだ分かりません。さあ、また5月は結構記念日が多くて、1日は29歳誕生日だし、11日はデビュー10周年デビュー10周年の日ですし、511とかは。まあなんかできればいいなっていうのをこの間話してたりとかもしたので、社長とかと。まあ今こういう状況なのでどうなるか分かりませんが、まあ511も一応、鼻を高くして待っててください。ぜひ。計画中です。よろしくお願いします。計画中。5月1日も5月11日も。そんな感じでございます。皆さんありがとうございました。明日はみんなお休みの方が結構多いのかな？どうだろう？まあ、お休みの方というか、まあ、テレワークになっちゃうかもしれませんもんね。緊急事態宣言が出てしまったので。なので、まあ明日週末ですから、土曜日か。あ、バイトしてくるだって。明日は珍しく仕事。頑張ってください。皆さん、お仕事の方もいらっしゃいますもんね。さあ、スペシャルギフト追加でヤンヤンさん、ヒロさんからいただいてます。ありがとうございます。またなんか明日も配信できたら配信しようかなと思っておりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。明日お仕事の方もね、もちろん多いね。さあ、私は今から
すごくお腹が痛いので、温活してから寝たいと思います。皆さんも早く寝てください。温かい飲み物飲んで、寝てくださいって来てるから。ありがとうございました。また皆さん会いましょう。さあ、ありがとうございます。おやすみなさい皆さん。また切ります。